毎朝電車に乗って仕事に行って帰って寝てまた繰り返して、俺の意味のない存在は自由すぎて消えたくなる。俺が感じる恐ろしい恐怖は生活に響き渡っている。でもその恐怖さえないと混乱しちゃう。その恐怖は俺の命に価値を与えているのかもしれない。目に見えない呪い、目に見えない祝福、それが人生の意味。やっと約束の日が来た、リリス。神様の駒子、私の子。この世界で人類はどれだけ苦しむのか、あなたには分かりますか？愛、同情、優雅さ、それとも避けられない苦しさ、絶望。どれだけうまく育て上げても、この混乱した世界で、混乱した自分と生きていかなければならない。彼は全てを理解しているのだ。存在することは大きなパラドックスであること。つまり全般的な幻想よ。痛みがないと幸せの価値がわからないのだ、リリス。これからの人類に与えられた使命、さあ時間だ。
子よ、この先からの人生は辛いことは多い、自分が寂しくなる時は多い、だけど精一杯で生きて、辛い時は愛しか勝たない。